漢六十一の母妃漢六十一、十一月十四日、大正七年十二月六日は、伯爵、板垣大輔の逸尾、関元五郎家の松大当主。母は、福岡皇帝子爵の幼女絹子、大輔六十一歳の時の子ゆえ、六十一と名付けられた。別名は、板垣六十一。板垣大輔が千八百六十八年の母親戦争の際、死を、 犬衣から旧来の板垣に戻したため、犬衣の名を残さんがために、次男聖子、伊藤六十一を、唐家の養子とした。還元五老家は、1648年に、犬衣金衛門正幸の三男、犬衣ともまさがご小生として、山内忠義に召し出され、別家を建てて、以来の由緒ある家系である。 二ヶ里友政は死死を書いて1689年8月20日に病死断絶していたため、第210回期にあたる1898年の2月23日、板垣大輔は生後3ヶ月の板垣61に元五郎を友政死亡後絶家再興の届け出をさせ、還元五郎家を再興させた。これは先に大輔の次男、生死を、 犬いただし奴の養子にさせたのと同じく、大輔自身が、母親戦争の際に、板垣に復生したため、犬医師の生を残そうとした意図であったと思われる。しかし、後には200年以上断絶していた家の再興より、板垣家の名を広めることに重きを置き、六十一に、関元五郎配下廃家の届け出をさせ、後板垣家の戸籍に復籍させたため、大輔の血縁筋で、 犬イイを名乗る家は関西市の家のみとなった。1918年12月6日死去。法名は権領因伝定官事象故事。東京北品川の東海事故原因に葬られた。翌年7月に死去した大助の墓も同じ母域にある。ありがとうございます。